ーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。土曜の試合も王様相手に勝っちゃったりして。状態から打ち上がった。記念すべき高校の試合一発目、決めてやる。こいつ、このタイミング、この角度で、よし。今日向目つぶってたぞ。はあ、今ここだろ。よっしゃ、出たよ変人トス&スパイク。なんだ今の、早えつけるな。ボールだけだ。何今の。コートの端っこから一瞬でスパイカーの手に吸い込まれるようなトス。へえ。お、なんだ。よっしゃー。すっげえ飛んだな、おい。すっげえドンピシャなトス。こっちのセッターは確か1年か。さあ、こっから誰を使う。あ、ナイス日向影山。今はこいつのトスがあるから、どんな高いブロックもかわせます。大げさなこと言ってるわけじゃなかったんだな。すげえじゃねえか、ショウヨ。すげえ早え。何、あんなとこから速攻。なんだありゃ、トス見てねえじゃねえか。どんなに神経尖らしてもリードブロックじゃ追いつけねえよ。あそこからそこは無理かな。誰にあげる。さあ、またあのトス。しかも今度はあんなにネットから離れた位置から。まぐれじゃないのか。え、何今の。そこ、あれって1年生だよね。あの小さい子すごい飛ばなかった。こいつ。小さいカラスを見失う。俺は止める。ナイスレシーブ。おい、なんだよ。すっげえ早い。あんな速攻見たことね。確かにこりゃすげえバネだな。あ、ごめん、短いとこ。すごい、翔くん、ナイスカバー。ボール来る。そんで
まる。超速攻。えい、影山、俺たちも負けてらんねえぞ。今のが噂の速攻か。かっけー。まずは殴り合いを制せ。あのチビ真下に打ち上がった。つーか早っ。今セッター触った。めちゃくちゃだな。ひなた大好き。理屈が通じないのはこっちも同じみたいだな。ファーストタッチがそのままセット。くそんな。データ真下打ち。よくわかんねえけど全部早えよ。うおっ、